コーヒー好きの皆さん、こんにちは。コーヒー塾塾長のトマです。今回なんですけれども、塾シーコーヒーからシングルオリジンが出ます。ついにですよ。ついに来ましたね。シングルオリジン3種類。まず1つ目がブラジルモンテアレグレ農園パルプドナチュラル。ブラジル好きの人にはめちゃくちゃ刺さるやつです。そしてグアテマラサンクリストバルナチュラルプロセス、フルーティーなやつですよ。で、こちらは同じグアテマラサンクリストバルなんですが、ハニープロセス、入り替えも違ってシティローストなんです。今回はこの3種類をこの動画の公開から発売開始とさせていただきます。この3種類のセットもございます。そちらが送料無料になるので、気になる方はね、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。まあ、この入れ方とか豆面に関しては熟しコーヒーチャンネルの方で上がると思いますので、そちらをチェックしてください。まあ、こちらの動画ではもうとにかく飲んでみましょうということで、飲んでいきますか。シングルオリジン解禁ですね。解禁、いいやつですよ。皆さんの期待に応えられるような品質になっていると思います。ではまずブラジルからいただきます。サル。一番の特徴、甘さ。ブラジルの香りの余韻の長さ、甘さがどしっとあるんですよね。その甘さだけじゃなくって、ブラジルの香りもずっとここで残り続けるんですよ。後口の長さっていうのが重要ですよね。心地いいよな。大体中入りぐらいの焙煎度になってるんで、まあ、しっかりとコーヒー感も残りつつも、コーヒー豆のもともと持ってるフレーバーとか甘さっていうのがしっかり出てくれてる焙煎度になります。マジ飯飲みたい味って感じよね。ブラジル好きの人にとってもむちゃくちゃ気に入っていただけるぐらいの品質だと思います。特にこのブラジルの香りの質がすごくいいんですよ。なんかここにこうザラザラした感じとか雑味のある感じが加わってくると、なんか嫌な感じに残るんですよ。あ、クリーンでしょ、甘さが主体でしょ、でかつアーモンドチョコレートみたいなフレーバーがあるやんか、そのブラジル感がすごく心地のいい感じにまとまってくれてるんですよ。確かに、もう全てがその後の香りであったりとか後口の味わいにつながってきてるんですよね。まあ、そんな感じのコーヒーです。僕普段あんまりブラジルコーヒーって飲まれへんかったんけど、俺これでブラジル好きなんだ。ハマりそうでしょ。ハマる。そうそう、ブラジルコーヒーってハマるんですよ。ブラジルコーヒーめちゃくちゃ好きな方はもうブラジルコーヒーしか頼まんぐらいの感じで、多分普段からコーヒー豆買われてると思うんですけど、まあ、そういう方にめちゃくちゃバシッと刺さるコーヒーでもあるし、ブラジルコーヒー今までハマってけへんかったけど、このスペシャリティ品質のブラジルを飲むとこっからハマり出すっていうパターンもあるからね。ブラジルはちょっとこの辺にしておいてですね、続きましてグアテマラサンクリストバルナチュラル、こちらを飲んでみたいと思います。いただきます。交響曲が流れたわ。バーンって感じ。広がるね。広がる。むちゃくちゃジューシー。明るいですよね。ジューシー、フルーティー、複雑性。フレーバーがすごく多いんですよ。しかも、ポポポポポンって出てきたよね。カッピングした時に。そうそう。まあ、入り加減的には、やや浅入りで揚げてます。まあ、見た目的には、そんな浅入りに見えないんですけど、一ハゼ終わりぐらいで揚げてるんで、やや浅入りって感じですね。なんかゴリゴリに浅入りってほどまでにはしてないんですよ。酸味が立ちすぎてしまったんで、コーヒー感も残しつつ、フルーティーな感じを出したかったんで、この焙煎度で仕上げてます。まあ、いろいろフレーバーはあるんですよ。アプリコット、焼きリンゴ、みかん、ブラウンシュガー、香水のような香り、ブライト、明るいって感じですね。で、チョコレート、こんなに明るいフレーバーがあるのにもかかわらずチョコレート感もしっかりとあると。チョコレートって暗いイメージじゃないですか。確かに確かに。そこがいい感じのバランスを取ってくれてるんですよね。そんな感じのナチュラルプロセス。いや、美味しいなこれ。明るいね。すごい気持ちも明るくなるね。で、その明るくなった気持ちを落ち着かせてくれるのがこちら、同じグアテマラのハニープロセスのコーヒーですね。チューブ帰りに焼いております。それでは飲んでみたいと思います。長いっすね、後口が。超ロングアフター。やっぱこのハニープロセスをチューブ返りで焼いてるんですけど、苦さの後にしっかり甘さがある。絶対深入り好きの方に気に入っていただけると思うんですよ。だからチューブ返りとか普段から飲まれてる方だったら特に気に入っていただけると思います。なんだけど普通のチューブ返りと違う点、後口の甘さなんですよ。それはめっちゃ感じる。なんかリッチなボディ感、そしてこの甘さで、なんか蜂蜜のようなこうトロッとしたフレーバー、あとはこのカカオ感ですよね。ずっとカカオ感がうっすらあるんですよ。鼻の中に残り続けてるんですよね。チョコレートじゃないんですよ、カカオなんですよ。
まあ、今回ハンドドリップで入れてみましたが、まあ、このブラジルとかもハンドドリップにすごく合うんですけど、ブラジルに関してはエスプレッソめっちゃ合うんですよ。ご自宅でエスプレッソマシン持っておられる方は絶対試していただきたいですね。まあ、ラテにしても結構バランスの取れたラテになると思います。で、こちらはサンクリストバルのナチュラル。これはエアロプレス。むちゃくちゃ合うんですよ。へぇー。これエアロプレスで入れたら、ここに質感がさらに追加されるんで、いろんなフレーバーがさらにこう、ボリュームを増してくる。最高や。で、このグアテマラのサンクリストバルハニーのシティロースですね。この深入りはいろいろ楽しんでいただいていいかなと思います。さっき言ったエスプレッソやったりとか、モカポットとか、もちろんハンドドリップも合うし、で、アウトドアコーヒーとかにもむちゃくちゃ合うんで。あ、合いそう。外で飲むコーヒーはちょっと深入りぐらいが一番いいんですよね。うん、うん。まあ、それにもう最高に適したやつです。あと、アイスコーヒーですね。まあ、ちょっと今寒いんであれですけど、夏場とかだったらこれアイスコーヒーむちゃくちゃ合う。うん、うん。まあ、入れ方にもよると思いますけど、ちょっと前に出した熟成式アイスコーヒーの入れ方、あの動画通りに入れていただいたら結構合うんで、シロップを入れてないのに入れたようなアイスコーヒーが出来上がる。おー、なるほど。これめっちゃ合うんでぜひ試してください。こちらの3種類、概要欄の方からチェックしていただけますので、気になる方はそちらからご購入してみてください。今週の日曜日までにご注文いただくと、来週の火曜日から順次、焙煎発送させていただきますので、気になる方は今週中にご注文をお願いいたします。なるべく新鮮な状態でお送りしたいので、このようなシステムを取らせていただいてるんですけど、毎週こんな感じで、日曜締め切りで、次の週に焙煎させていただくっていう感じでさせていただいてるので、前回紹介したね、ブレンドとかも気になる方は、次のタイミングとかで、そっちも飲んでほしいなと思います。まあ、今後も定期的にシングルオリジンは、いろいろ追加していこうと思いますので、今回はシングルオリジン第1弾ということで、3種類紹介させていただきました。今までスペシャルティー品質のブラジルもグアテマラも飲んだことがないって方も、皆さんにぜひ飲んでいただきたい自慢のシングルオリジンになりますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。